はい、皆さんこんにちは。今回は FF4 ですね。FF4 は自分はかなり好きなシリーズですね。リメイク版の G アフター、月の帰還も全部やりました。かなりね、このシリーズは覚えてると思うんで、まぁ、ちょっと喋りながらやると結構ミスるんですけども、まぁ、やっていきたいと思います。スタート。あ、なんか今ちょっと最初にやる曲が出たな。すぐ飛ばしちゃったけど。そう、赤い翼ですよね。主人公の所属は、バロン帝国の。最初のオープニングやっぱかっこよかったですよね。やっぱり4からはスーパーファミコンになったんで、だいぶグラフィックと音楽が良くなりましたね。あれ、まだ続くの？FF4 のメインテーマ。メインテーマってだからどれっていう。ああ、フィールドの音楽ですね。で、FF4 はちょっと初期能力が最初高いんですよね、いきなり。確かレベル10くらいからスタートして、ヒットポイントも200くらいあった気がしますね。もう最初の頃はもうガンガン進んでいきますよね。敵が弱いんで。あ、そう、確かこの世界月が2つあるんですよ。今ちょっとバックに月が出ましたけど。あ、ちょっと失敗した。あ、ティナに変わった。これバイブルの塔か？後ろに見えるのは。で、これはバロン？後ろのお城は。バロンの街も一番最初鍵が閉まってる武器屋と防具があって、ちょっと途中にならないといけないっていう。武器と防具買えないの？って思いましたけどね、最初は。あー、モーグリーですね。なんかくれた。まあ S と。大体300前後ですね、経験値。愛のテーマってどれ？曲の名前をちょっと書かれてもよくわかんないな。あー、これですね。まあこれも結構よく流れましたね。これミストの村でボムの指輪が。あー、間違えた。
あー、また間違えた。ここは試練の山っすね。パラディンになるために試練の山へ行って、スカルミミョーネはカットされちゃいましたね。そう、この暗黒騎士っすよね。暗黒騎士自分倒しましたね。全然わかんなくて。基本的にこれ会話よくわかんないんですよね。その戦闘中に言われても。ハイポーション大量に買い込んで、暗黒騎士は倒しました。最初超強いとか思いましたけど。ああ、アンナですね、アンナ。ここでサハギンと戦うんですよ、ギルバートが。あ、ルビカンテもね、強かった。カイナッツォは、あれっすね、テラが3打が使えるんで、比較的軽く倒せましたね。メテオで9999です。この時のちょっとカインが、なんだって感じっすよね。左でぶっ倒れてて。やっぱちょっと話しながらやるとミスる。レベル6ですね。あ、ちょっとセシルが出遅れたな今。あー、ゴルベーザ四天王バトルね、これもかっこよかったですね。で一番苦戦したのはバルバリシアですね。徐々に石化とミールストームみたいなの使ってくるんで、カイナッツォはまあさっきも言いましたけど、テラがサンダラ使えて、サルブもサンダラ使えるんで、あんまり苦戦した記憶はないですね。もう力押してガンガンいった感じがします。エスカルミリオーネは、あれですよね。事前に陣形を逆にしておくっていう。そう、バルバリシアのこの竜巻になった時に、カインがジャンプしてやるんですけど、これタイミングがずれるんですよね、たまに。カインがジャンプしてからの、タイムラグがあるんで、それに合わない時がなんかあったような気がします。ルビカンテはやっぱ火炎竜ですね、もう即死っていう。であと炎のマントを剥がしてる時にはブリザラ系が効くんですけど、たまに自分回復しようとして当たるんですよね。あ、間違えた。あ、426、結構経験値が上がってきたな。これはミシディアのなんか伝説みたいな感じのやつですね。
局 FF4 はあれですよね、セシルがパラディンになっても結局ケアルラまでしか覚えないんで、まあ結局攻撃しか脳のないキャラクターになり下がるっていう、他のみんなはまあ特徴があるんですけど、セシルは結局攻撃しかしないっていう。で、エッジもね、二刀流の割にはなんか弱いんですよね、普通の攻撃は。別に二刀流だから攻撃力が倍になるみたいな、そんなことはないんですからね。81ポイント。あ、1500ポイント突破。なんかクリスタルの破片みたいなの手に入れましたね。はい、ということで FF4 も、終了ですね。次は FF5、FF5 はやっぱジョブシステムがかなり良かったですよね。自分はもうあの全員すっぴんマスターさせたんで、まあ、やっぱ FF4 あたりからもうだいぶ記憶は残ってますね、まだまだ。ということで、次回は FF5 に挑戦していこうと思います。今回はこれで終了します。